けられる前に、僕もみんなも自分を何かに縛りつける方が自由なのさ。それが長く待っていた朝なのさ。檻に入れられている熊がかわいそうだな。鞭で打たれている牛がかわいそうだな。檻や鞭を作る人かわいそうだな。朝はまだ来ないかと時々先生に聞く。来るはずがないよ、それは君が死ぬと爽やかに黄色い君の机に朝は来る。何だいと人に聞かれたら素直にね。夢を追いかけ自分をなくし傷つき、とぼとぼ帰った千鳥足。何をどういうふうにやったらいいものか、あちこちと僕は見つけられないままうろたえる。誰も知らないそれが朝なの